近藤茂左衛門明治十二年六月六日は幕末の志士。意味名縄、広仕方。学、平等し、道林と合した。品の国松本城下で名主を務める近藤広美の家に生まれる。聖家は旧藩主水野氏の松本入法に従い、寛永十九年以来、道地で飛脚豚や朝丼や醸造や薬法を制御としており、江戸では祖父の代から、 水戸藩邸の陽太氏も務めていた。幼い頃から学問に励み、弟の定一郎と共に、出雲の新館、中村守るや、その師匠にあたる香川歌劇に、国学や和歌を学んだ。母は、稲郡の旗元ザコ寺ジ氏の家老、堀尾直方の三女で、定一郎は、母の出身地である、稲郡山本村の旗元近藤岩見守るの家臣久保田氏に絵門に、 養子入りし山本姓を名乗った。後に、幕府の戦王を売れて勤労に傾き、安政五年定一郎と共に、江戸に出て、向島に史軸を開き、兵法学や出動を教授する。その後、三戸藩主、徳川成明の内容を受けて上落し、昭霊院宮、孫遊法神郎や三条、三月無、扇町三条三年なる、この江田田広などの公家のほか、浮北一景、 長安親子らと交流し、井伊直介による徳川の三夜の近親解除の終戦をどの上方に依頼する。特に、大木町三条家は、松本藩士戸田松平家という遺書を同じくする親戚にあたり、たびたび松本藩士が派遣されていた。しかし志士たちと、盛んに交わり、土の絵馬の密着を仲介していたことから、 幕府に追われることとなり、京都を逃れるも定一郎は、間もなく病没し、自身も同年9月5日、中仙道大津塾で捕らえられた。これが、安政の大国の始まりと言われる。ほどなく京都の六角国で任命を受け、江戸の北町奉行所に送置された。翌安政六年中追放刑となり、越後国区引軍山寺村に移り、火災没収。また家族も連座して、 幽閉となった。文久2年、政局が後部合体路線に転換すると謝免されて帰郷し、維新後の明治2年家屋、田畑を賜った。去年80、大正13年造成5位、田尻左辺、造位所見伝造保板上特使造位年表 P52、ありがとうございます。